こんにちは。元気ですか？どうですか？元気でーす。はい。これがリアルライフですね。臨月の妻が寝てます。あ、臨月なんすか、はい、臨月って何でしたっけ意味。出産予定日の1ヶ月前。あー、だいぶじゃあお腹痛いとかあるんすか？大丈夫ですか？いいです。あ、眠たいですか？1ヶ月ですね。もうすぐやね。もうすぐやね。はい。もう見れへんこと悲しいっすわ。ほんまやね。はい。僕も行っちゃうんで、はい、YouTube 始まってます。始まってますよ。もうだからもうバッパー翔太になってますよ。エツンが答えます。あ、答えてくれるんですか？じゃあ私は答えます。あ、ほんまっすか？僕ギター弾きます。ありがとうございます。ビールほんま、はい、ありがとうございます。乾杯。チェーズ。え、音楽も弾いてくれるんですか？もちろんです。 ありがとうございます。まあ今からね、日本を、あ、日本を旅されてない、海外旅されてる、何て言ったらいいんですか？何歳か、子連れノマド。子連れノマドの家族でいいんですか？子連れノマドやから、もう子連れはもう家族になっとんで。そうだね、うん、ノマドはもう子連れだしね。はい。ノマドか。ノマドで、はい。で、ちょっといろいろ話聞いていきたいなと思います。はい。どうなんですか、海外に来てみて。なんか心境の変化とかありました？海外に来ての心境の変化。はい。そうだね。いろいろ解放された感じはあるね。自分が解放された感じとか、はいはいはい、あとは世界観が広がって。世界観が広がって、はい。まとめて海外出てきてよかったと思ってます。ああ、思ってますか、やっぱり。うんうんうん。で、なんか結構視聴者さんとか、多分僕のおかんとかね、子供と一緒にその海外旅するってどうなんみたいな感じの、質問よく来るんやね。どうなんすか？まずは楽に、楽だね。あ、楽っすか、やっぱり。なんか子育てしながら旅するって大変じゃないって確かに言われるけど、うん、逆に楽。なんかよりなんか一日一日楽しめるし、小さなことから楽しめるようになるし、あと周りの人とか現地の人とかともすぐ仲良くなれるし、こう地域の人とこうね、こう密接に関わりやすくなる、この子供のパワーのおかげで。逆に不安よりよく、なんていうんですかね、過ごしやすくなるっていうか、入りやすくなるみたいな。そうだね。じゃあ、そのルリちゃん今何歳？ 3 歳？恥ずかしい。え？え、奥さんはどこで生まれはったんですか？ルリちゃんはメキシコの。メキシコで。はい。で生まれました。へえ、どうでした？メキシコで初めての出産は海外で。まあ、初めての出産だったからいろいろ緊張はあったけれども、はい、産んだ場所がサンクリストバルっていうチアパス州で、僕も行きました。行きました。すごく海外からも自然分娩をする人たちがよく来るような、お産のすごい盛んな場所っていうか、そういうところだったから。ああ、そうなんですか。知らんかった。で、日本人の先輩もたくさんいたし、はいはい、そういった意味ではすごく言葉のストレスは少しあったけれども、すごい楽に産めた。結構なんていうんですかね、海外で子供を産むってなったらなんかちょっと怖いっていうね、なんかちょっとやっぱ恐怖心とかある方とかおると思うんですけどね。まあそんなことないですか？そうだね。私は意外と楽観的すぎるのかもしれないですね。あんま考えなかったね。はい、なるほど。はい。で、まあいろいろ今何年ぐらい旅されてるんですか？まあどのくらいだろうね。12年とか、12年ぐらい経つのかな。まあいろんな国もずっと転々とされてる感じですよね。そうだね。収入とかってどうされてるんですか？収入はもう、私たちのモットーはその住む場所でその現地のお金を稼ぐっていう、はいはいはい、一応なんとなくルールを決めているから、まあモロッコの今回だったらラーメン屋さんとか、はいはいはい、メキシコ行った時はちょっと音楽やったりとか。そうだね。
なるべく自分たちの持ってるスキルでできることでお金を稼ごうと。はいはいはい。ね、楽しいですか、モロッコは。モロッコ楽しい？あー、なるほど。他何聞こうかな、何があったかも。あ、じゃあ、これからどうされるんですか、まあ、モロッコに永住されるんか、うん、キープゴーインな感じですか。キープゴーインしたい。キープゴーイン、うん、旅はし続けたい。でもモロッコにも、ここもこのモロッコにも住んでいたい。あ、そうですか。どういうのがそういう気分にさせるんですか、モロッコの。やっぱりなんだろう、このあのお店を始めたことって私にとってはすごく、まあこの家族にとってもそうだけど、すごくすごい大きなことで、うん、なんか新しい子供が生まれたって感覚だから、はい、こうだんだんそれが成長してるのがまた面白いから、こうじゃあもうここで全てやめて次の場所で行きますっていう感覚っていうよりは、うん、ここを拠点にこの成長をまだ見ていきたいし、お店もね、はい、うん、プラスまだ世界も見たいっていう、それを両方両立していけたらいいなと思ってるね。あ、いや僕はもう8年旅してきて、そのまだ1回もそのここに降りたいっていう気持ちになったことないですね。もうずっとそのキープゴーインしたいっていう気持ちの方が勝ってもって、まだそうってとこいまだ見つけれてないんですけど、でも私のその定住っていうイメージよりはなんか拠点をいくつか持ってたいって感じ。例えば私は1年に1回は絶対子供連れて帰るんだけど、この人は帰らないし、でもなんかこの日本に行く帰れる家っていうか帰れる巣をいくつか持ってたい。日本とか、モロッコ、もう一つなんだろう、どっか好きな場所に家をいくつか持って、そこをこうぐるぐる回って、ちょっと気分転換したい時は新しい国を見るとか。はい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 、いや僕それ僕のドリームですね、はい、ドリームそういろんなところに家を持ちたいっていうね、まあ、僕彼女スコットランドなんですけど、まあ、スコットランドに家持って家日本にも持って、他どうかね、まあ、自由に生き生きできる、そんな生活できたらなって思うんですけどね。いいよね、すごくそうだよね。はい、そうだね、はい、そうだね、まあ、学校は楽しい？ルミちゃん楽しい？今日どうだった？今日どうやった？キンレコル Did you enjoy school? うん、眠そうですね。ああ、そうやね、はい、え、昼寝って毎日するんですか？しないです。あ、しないですか。しないです。ただ学校から帰ってきた後は、学校が多分あのアラビア語とフランス語の環境だから、はいはいはい、家に来てから30分から1時間ぐらいはあまり日本語を喋らなくなるっていう。そうなんですか。現象が起きてるよ。あ、そうなんですか。じゃあもう自然とそのフランス語を話さないとダメですね。あの、そうだね、喋りかけると喋ってくれたりする。あ、え、で日本、じゃあ子供もそのルイちゃんには日本語で話して、でフランス語で返答してくるみたいな感じですか。私が日本語で聞いたら日本語で返してくるよ。あ、日本語で、うん、ただ学校から帰ってきた後は多分切り替える時間がまだ時間がかかるのかな。なるほどね。なんかあんまり通じないことがある。あ、そうなんですか。へえ、そんなん絶対みんなその日本のにおられる方知らないですよそんなことが起こります。へえ、面白いですよ。まあじゃあ、友達もいっぱいできてね。ね、そうだね、うん、そうだね。どんな脳になってるのかね。楽しい？ちょっと時間がかかったあれは。あ、本当。うん、少しね。よいしょ。食べちゃった。辛いの。ごめん、ちゃんと見てなかった。辛いの食べちゃった。ごめん。ごめん。
ってくる。はい、いや甘いの食べよ。甘いの行こう、甘いの。甘いの行ったら出るから。黒いのって。甘いの行ったら大丈夫、これで中和されるから。辛いの食べたらどうしたらいい。辛い、辛いよこれは。冷たいの飲んでもダメなんだよね。うん、これ一枚脱がして。赤の毛あるかけ。今暑いから辛いの食べて。薬したもんね。いいんだよ。アイス食べる？アイス買いに行く？アイス、アイス、アイス。アイス買いに行く。びっくりしたね。より甘いの食べないよ、甘いの。そしたら辛くないよ、もう。甘いのちょっと食べる。アイスやな。アイスやね。アイスやな。苦いのとかはどう？あれ。コーヒー。苦いの？これは？これ辛いよ、これ。辛いっけ？ちょっと辛いか。いや、これね、うん、あ、ミルクがある。ピッチミルク食べ。いや、もうあの時間経てば治るから何もやんないよ。アイス、アイス飲んだ。いろいろ言いすぎ。ハリルも、あの牛乳いいよ、あれはね、あれよかった。持ってくるね、今冷たいミルク持ってくる。見せてく？泣きはもう早いね、でも。うん、もう強いから。ママがあのハグしとくわ。これ取れてる？取れてる？取れてますよ。ああ、これちょっと使って。